セント・デイビッズ救命艇基地は、ウェールズのペンブルックシャーのシティ、セント・デイビッズの沿岸に位置するセント・ジャスティニアンに設営された王立救命艇協会の救命艇の基地である。1869年に開設され、2010年までに420回以上発信し、海で360人余りの命を救い、2014から2016年には新たな帝国や、 丁大が隣接して建設された。この基地は全天候救命艇及び沿岸救命艇に初めて帝国と丁大が置かれるとダートマス伯爵より寄贈された救命艇オーガスタが配置された。9.8メートルのオーガスタ号は1885年まで配備され23人の命を救った。 1885から1910年には、基地の新旧名帝ジェムの乗組員により16人の命が救われた。旧名帝は1910年10月13日、救助中にザビッチェズの岩礁で難破し、3人の乗組員が溺死した。その後、臨時の旧名帝シャーロットがセント・デイビッツのポースクレイに2年間駐留している間に、新たな帝子と帝大が、 基地初のモーター式救命艇ゼネラルファレルを収容するために建設された。ゼネラルファレル号は1912年から1936年まで配備され、乗組員はその間17人の命を救った。救命艇がスガモルに変わると基地の歴史の中で最も多忙な時代を迎え、 救命艇の乗組員は1963年までの任務の間に108人の命を救ったが、1956年11月に救命艇員の一人を失った。この2年前の1954年11月27日、当時世界最大のタンカーとして新造されたワールドコンコルドが 160km 毎時を超える愚風に見舞われて、新二つに折れた事故では、 それぞれセントデイビッツ・トロス・レア・ハーバーの救命艇により42人がタンカーの前、後部から救助された。スン・アモル号は1936年に公務員救命艇基金より寄贈されていたが、同期間はまた1963年に次の救命艇、ジョセフ・ソアを寄贈した。すでに一部に革新的な機器が装備された救命艇は1974年には、 セルフライティングが施され、人気の間に乗組員は45人の命を救った。ジョセフ・ソア号は1985年にダンバーに配置転換され、1988年にショアハム、ハーバー救命艇基地に移った後、1990年に一戦を退き、1992年に市民らにより見送られた。 2009年のセント・デイビッツ救命艇基地1985年から1988年まで、セント・デイビッツの基地の全天候救命艇はルビーアーサーリードであり、かつてはクローマーに配備され、それまでに58人の命を救い、セント・デイビッツでさらに9人の命を救った。1988年に交代したガーサイドは新たな隊員救急命艇であり、 2013年に、タマル救急名艇、ノラ・オートリーが配置されるまでに、329回、発信し、新しい基地の完成が最後となる2016年までの28年間に348回、発信している。1997年に、近郊のブラウディの基地の、イギリス空軍レスキューサービスヘリコプターが撤退すると、セント・デイビッツは D 救急名艇を、試験的に配置し、 翌1998年12月に D 級沿岸救命艇デイビサントが常知的に追加された。この沿岸艇は2008年11月にマートルトレーバーガーに置き換えられた。2013年6月の基地と救命艇、ガーサイド救命艇基地及び艇代は1990年代に大幅に近代化された。その後、2012年に隊員級から 新たなタマル救急命艇の一石が依により、セントデイビッドの基地に配置されることが発表された。2013年4月には、ロラウォートリー号がペンブルックシャーに到着し、新しい帝国や、帝大の建設を待つ間、一時的に経流された。2014年6月より、タマル救急命艇を収容可能な、新しい大型帝国と帝大などの建設が開始された。 費用は約900万ポンドであった。新たな大規模施設は既存の基地を維持しながら隣接した独立する場所に建造された。新しい基地の完成により、2016年10月21日、タマル救急名帝、ノラオートリー号が発信するとともに、旧帝国帝大より、ガーサイド号の最後の発信が行われた。そして、王立救命帝協会は、 2017年3月14日、正式にシンセント、新ンとデビーズ救命艇基地の開設式を催し、式典の中2013年4月に到着して、以来、4年間に60回以上出動していたノラ・ウォートリー号の正式な命名式が行われた。2019年には、新しい D 級救命艇マリアンアラン・クレートンが、配置され、同年9月29日、 基地の150周年記念とともに命名式が聖デビット大聖堂で執り行われた。ありがとうございます。